ニコラス・スパイクマンニコラス・スパイクマンはオランダ系アメリカ人の政治学者、知性学者でイエール大学の国際関係学の教授49歳で癌によって死去した彼の教え子にはまず第一に地理の知識を叩き込ませていたという地理の知識なしに知性学を理解するのは不可能であるからであるニコラス・スパイクマンはマハンのシーパワー理論や マッキンダーのランドパワー理論を踏まえてエアパワーにも注目しリムランド理論を提唱した。マッキンダーが東欧を制する者はハートランドを制し、ハートランドを制する者は世界島を制し、世界島を制する者は世界を制する。と述べたのに対し一見広大で資源に恵まれているハートランドが実は ウラルイトでは、資源が未開発な状態で、農業や居住に適していないために、人口が増えにくく、工業や産業が発展しにくい。点、反対に、リムランドは、温暖湿潤な気候で人口と産業を支える、国々が集中している点にスパイクマンは着目し、リムランドを制する者は、ユーラシアを制し、ユーラシアを制する者は、世界の運命を制する。と主張した。 またスパイクマンは、旧世界の紛争は、ハートランドとリムランド間の紛争、リムランド内での紛争、リムランドとシーパー間の紛争のように、リムランド一帯に集中している点と、地理的な位置から南北アメリカ大陸が、ユーラシア大陸だけでなく、アフリカ大陸やオーストラリア大陸に包囲されている点に気づき旧世界の大西洋沿岸と太平洋沿岸の二つの地域から、 アメリカの安全を脅かすリムランドを支配する国家、あるいはリムランド国家の同盟の出現は脅威だと考え、積極的にその試みを阻止する対外政策の必要性を主張した。彼はリムランド理論を踏まえて、米国の政策に以下の提案を行っている。ハートランドへの侵入ルートにあたるリムランドの主要な国々とアメリカが同盟を結ぶこと。 この侵入ルートを塞ぐ強力なリムランド国家を作らせないこと。リムランド諸国間のアメリカ抜きの同盟をバラバラに切断するが、同時にハートランドの国にリムランドの国々を支配させないようにする。現代の船舶技術において、アメリカを取り巻く大西洋も太平洋も防波堤ではなく、逆に高速道路であると認識しており、現代の兵器技術において、いかなる国のパワーも、 地球上の一家なる場所であれ、地理的距離とは無関係に投入できると見抜いており、アメリカの孤立主義の不毛と危険を警告し続けた。また、この理論に基づけばこれらリムランドに該当する極東の国々つまり、中国、朝鮮の間でそれぞれが分裂した状態であることが望ましいということになると指摘する研究者もいる。地理とは、 外交政策において、最も基本的なファクターである。なぜならば、地理は普遍であるからである。Geography is the most fundamental factor in falling.Policy because it is the most permanent from the geography of the peace. 地理的条件は変わることはない。しかし、外交政策におけるその意味合いは変化し得る。Geographic facts do not change, but they are meaningful falling policy will. ありがとうございます。